これより双方向きを変えまして第4クォーターに入ります。海洋学園自陣25ヤードからのファーストダウン10。海洋学園ファーストダウン10。さあまずクォーターバックのランプレー、オプションプレーからクォーターバックキープし中央切り上がらんというところ。しかしこれは、関西第一高等学校56番対応しましてこのラン阻止しています。56番は門田3年生です。海洋学園セカンドダウン10。パス不成功。ここでプレーアクションから奥に走り込む7番にロングパスを投じましたが、しかしこれは神田一高32番カバーしておりましてパス不成功としております。ダウン変わりましてサードに変わります。見事なカバーをしておりましたが神田一高32番の、吉田でした。海洋学園サードダウン点。ナイスダウン、ファースター。ここでランプレーが出ました。ラニワック24番、トスを受けまして右オープンに展開。これによって大きなゲインを生みましたが、しかしここでイエローフラグ反則が発生しております。さあこれは果たしてどちらのチームの反則だったでしょうか。オフェンスの反則です。ホールディング、相手選手を掴んでおりました。ボールを持っているチームは相手選手を掴んだり握ったりしてはいけません。反則がありました視点から10ヤード下がりましてサードダウンやり直しという形になります。従いまして海洋学園サードダウン13の状況で試合再開です。ここでホイッスル。ここで海洋学園が後半1回目のタイムアウトを取りました。さあタイムアウトとけまして試合再開となります。海洋学園サードダウン13、ボールオン自陣22ヤード。さあ左方向へのランプレーを展開しました。先ほどと同じくその走路を左方向に取りました。キャリア24番の走力にかけましたが、しかし攻撃権更新になっておりません。フォースダウンに変わります。キャリア24番は鈴木でした。2年生です。さあこれ以上にフォースダウン12の状況に変わります。海洋学園パントフォーメーションを取りました。
ここでスペシャルプレーを敢行しました。パントフォーメーションからパンターがそのキープし、フェイクランを展開し攻撃権更新を図りましたが、しかしここでプレッシャーからボールをファンブル。なんとか完封を先行しましたが、結果的にそこでプレーが終了する形になりまして、攻撃権は変わり神田一高に攻撃権移ります。攻守変わりまして神田一高の相手陣16ヤードからの攻撃に変わります。90番ユートが抑え、その時点で攻守交代です。現在試合は両チーム合意の上でランタイムで進行しております。攻撃は関西大学第一高校、敵陣15ヤード付近より、神田一高相手陣16ヤードからファーストダウン10。さあまずフルバックの大プレーを入れた。中央密集点の突破をまず1点目に加えて、キャリア21番にボールを託しましたが、しかしこれは海洋学園もディフェンス対応しまして、ゲインはほとんどなく1ヤードにとどめてセカンドを変えます。キャリア21番はデニズでした。神田一高セカンドダウン内、さあここでトラブルが発生しました。スナップ見られまして、ランニングバック5番、おそらくは直接ボールを持つ、受け取る格好でしたが、タイミングずれた格好でプレーが乱れました。結果2ヤードロスに変わりまして、スターダウンに変わります。神田一高スターダウン11。ファーサー反則が発生しました。ここでイエローフラッグが投じられております。反則発生です。さあこれは果たしてどちらのチームでしょう。オフェンスの反則です。ホールディング、相手選手を掴んでおりました。ボールを持っているチームは相手選手を掴んだり握ったりはしてはいけません。結果的に10ヤード下がりまして、サードダウンやり直しとなります。神田一高サードダウンドン。さあここでクォーターバック1番が自ら来ました。長い距離をしかし総力で突破せんと、1番中央に果敢に飛び込みまして前進しましたが、しかしフォースダウンに変わります。しかし見事な足を披露したのは、1番のオーワンでした。2年生のクォーターバックです。ここで2ミニッツウォーニングに入ります。後半残り2分のレフェリータイムアウトです。さあこの一戦を残り2分という形の攻防戦に移ってまいります。本来ならば時間を駆使、時間そして時計の操作を含めました駆け引きになりますが、この試合は途中現在両チーム合意の上でランタイムに入っております。この残り2分間でどのような攻防になるか、ぜひご注目ください。
さあ、ツーミット解けまして試合再開。神田地高フォースダウン処分プレーします。タッチダウン狙うフォースダウンギャンブル。インターセプト、ターンオーバー。ここでタッチダウンを狙うパスを投じました。神田紀子、しかしそのパスを取ったのは海洋学園。インターセプトにより攻撃を奪取しまして、この攻撃を断ち切りました。攻守交代です。ターンオーバー。攻撃権は海洋学園に変わります。見事なインターセプトでこの攻撃断ち切りました。それを果たしましたのは5番の前田でした。ここで海洋学園は後半2回目のタイムアウトを使いました。さあ、試合時間残り1分22秒で海洋学園現在攻撃権を得ております。ボールオン自陣20ヤードから海洋学園ファーストダウン10。パス不成功です。パスはインコンプリート。プレイアクションからクォーターバック、ワイドレシーバー5番にロングパスを投じましたが、しかしわずかにパスがショートしまして、パス不成功になっています。ダウン変わりましてセカンドダウンに変わります。海洋学園セカンドダウン10。クォーターバック5番、右にロールアウトし、そこからキープ。ここで海洋学園は最後のタイムアウトを行使しました。さあ、残り37秒、どのようなプレーを行使するでしょう。海洋学園サーダンスリー。海洋学園サーダン。パス不成功、しかしイエローフラッグ、反則が発生しています。反則が発生です。さあ、これは果たしてどちらの反則でしょう。ディフェンスの反則です。パスインターフェア、前パスが浮いている間に相手選手を接触妨害したという反則です。この反則は重大な反則として扱われます。15ヤードペナルティー、従いましてオフェンス15ヤード前進し攻撃権更新です。海洋学園ファースター。海洋学園15ヤード前進し自動的に。さあ、従って攻撃権は継続していますが、残り時間28秒ランタイム。42ヤードから新たにファースダウン10の攻撃。
パス不成功。ここで再びロングパス、奥に走り込んだレシーバーに投じましたが、わずかにオーバースロー、パス不成功です。そしてランタイムのため時計は回り続けております。ここで試合時間なくなりました。試合終了となりまして、関西大学第一高等学校カイザーズ35点、海洋学園中等教育学校ブルーストームズ0点という形で関西大学第一高等学校勝利となりました。2回戦進出となっております。しかし双方とも見応えある戦いを披露しました。ナイスゲームでした。海洋学園苦しい状況ながら、この試合は結果的にタッチダウンを奪う形に得られず試合終了という形になります。しかし、カフェながら素晴らしい戦いを披露しました。素晴らしい戦いぶりを披露ありがとうございました。ナイスファイトでした。そして神田一高全施設がその実情決定戦という非常に過密な日程を乗り越えまして見事勝利し2回戦進出を果たしました。やはり、激戦区大阪を戦い抜いた強豪の一角、素晴らしい戦いを披露しましてその駒を進める形になりました。素晴らしい勝利でした。ナイスゲームでした。かつて少し前にこの競技を題材にした漫画がありました。いじめから逃げ回るうちに身につけた快速を武器にした少年が主人公でした。その戦友は別の競技を愛しながらそこでは評価されず、失意の果てに次の舞台としてこの競技を選んだものでした。導いたのはうどんだが優しい心優しい巨漢と目的のために犯罪すら厭わぬ悪漢という2人の先輩でした。それを案じた主人公の姉が彼らの理解者でした。この者たちの奮闘ぶりにかつてはいじめた者たちが彼らの陰に入って助けとなり、家業のため一度は離れた仲間が戻り、脇を固め並みいる強豪たちに挑み倒していく、そんな夢のようなおとぎ話がありました。今ここにその世界があります。かつてもてはやされたあのおとぎ話の世界がここにあります。ここはいわゆる特装ではありません。しかしそれゆえ劇的に世界が動き変わります。それは大学高校で名を轟かせたスタープレイヤーを持たせてくるのかもしれません。あるいは本場アメリカで研鑽を積んだ強者が突きつけるのかもしれません。あるいは地方にあってこの競技に挑みその力量を世に問わんとするものかもしれません。あるいは他の競技に打ち込み行き着いた果てに次の舞台として挑んでくるものなのかもしれません。あるいはとにかくあの物語に憧れあの物語の登場人物になりたいと勇気を出すものかもしれません。あるいはあなたかもしれません。そんな何かが集い現れ今を紡いでいるこの歴史物語を、かつて私も憧れながらついに挑み尽くすに至れなかったこの世界の物語を私はこれからも愛し応援していきたいと思います。さあこの試合は果たしてその物語の何ページ目に記されたものだったでしょうか。その物語の続きを楽しみとしつつ本日の配信はここで終わらせていただきたいと思います。
皆様長時間にわたるご視聴ご観戦ありがとうございました。本日の配信は関西高校アメリカンフットボール協会およびその、機会をいただいた私のまな弟子月曜日原アメフトパーニーの、援助ありまして実現いたしました。関係者の方々皆様ご協力ありがとうございました。その配信本日実施いたしましたのは私道楽エルチアでした。機会ございましたらまたお会いいたしましょう。それでは失礼いたします。